こんばんは、かおりです。今日は1月31日、朝方出たね、気持ちの良いね、記事を紹介していきたいと思います。自民派閥の裏金は脱税だ。これをね、私ははっきり言ってくれる人を待ち望んでいたのですが、立憲民主のね、小西洋之さんがね、これズバズバと指摘されていましたね。この件を見ていきたいと思います。で、小西洋之さんってさ、どっかで聞いたことあるかなと思ったら、この人、脱皮訴訟をやってた人だよね。やっぱりね、それね、さっきね、確認しました。脱皮の訴訟で勝訴した小西洋之さんですね。まずね、経歴を見ていくとね、東京大学卒業の、官僚ですよね。総務省とか、経産省にお勤めの元官僚だなってところまでは知ってたのですが、もともとね、徳島大学のね、医学部をね、中退していたりとか、あとはなんだよ、東京大学医療政策人材養成講座し、講座修了で、卒業研究にね、医療基本法制定プロジェクトとか、医療分野にもね、造詣の深い人なんだなということが分かりまして、で、参議院議員で、千葉県のね、選出の、議員さんですと、小西さんの紹介はこのくらいにしてですね、この方ね、私、国会の論戦見ててもね、頭いい人だなってね、キレキレな人だなってね、思いながら見てました。でね、そう、私もね、この自民派閥の裏金って、これ政治資金規正法云々で、立憲とかね、もともとこんなやりづらいことをやらないで、これ脱税で立憲すればいいんじゃないのって、ずっと思ってたのですが、その辺をね、小西さんが、こう鮮やかにね、追及されていて、とても気持ちの良い、案件っていうかね、この姿がね、姿と発言が、とても気持ちが良かったり、その件をね、まとめた日刊現代さんの記事を見ていきましょう。で、26日に召集された通常国会は、これね、ちょっとハイライトさせるね。自民党派閥の裏金事件を受け、岸田首相の施政方針演説の前に予算委員会が開かれる異例のスタートになったで、岸田君の施政方針演説は、昨日やってたよね。私もね、全部見てたけれど、岸田君は読んでいるんだけどね、ちょっと鬼気迫るものはあったかなっていう気がしますね。で、その後、上川君の演説もあったけど、ちょっと上川君のはピンとこなかったかな。でも2人ともさ、憲法改正を目指すとか言ってんだね、いまだにね。そうですかって感じでね。で、29日は、月曜日か、おとといね、衆参の予算委員会に、岸田首相と関係閣僚が出席して、政治と金問題に関する集中審議を行ったで、これ予算委員会なのにさ、政治と金の問題とか審議してていいのと思ったのですが、これいいんだって。予算委員会でね、はね、何でもありみたいなね、テーマは、何でも OK みたいな、そういうところらしいですね。で、集中審議で複数の野党議員が指摘したのが、派閥の政治資金パーティー券の売り上げを、キックバックや、中抜きで裏金化する手法は脱税に当たるという問題提起だ。これ気持ちいいですよね。これ脱税だよね。だって政治資金収支報告書に、
書かない時点でもう何に使ってもいいお金になっちゃうわけでしょ。だってその時点であれ雑所得になるよね。でそれをで納税してるわけないんだからもう脱税しかないじゃんとずっと思っていたのですが、やっぱり脱税に当たるんじゃないのという問題提起だよね。これでいいよね。で質問に立った一人、この立憲民主党の小西洋之参院議員は、総務官僚時代にね、総務官僚だったんだよね、に、政治資金を担当していたとね、はい、で今回の裏金事件を脱税と断言、はい、元ね総務官僚が今回の裏金事件を脱税と断言したんだったらこれ脱税だよね。まあ誰が見ても脱税だよね。で収支報告書の訂正で済ませようとする岸田自民の対応、岸田自民の対応ねを脱税にお墨付きを与えようとしていると批判した。そうだよね。これ収支報告書の訂正でさ、なんかホームページで2000万円訂正しておきましたとかさ、これ済ませちゃいけないよね。だってさ、もともと収支報告書に記載していなくて、雑所得として、まあ、自由なお金になったものを何でもう一回収支報告書に紛れ込ませることができるので、それで訂正したと意気シャーシャーとホームページで発表するって、これ どういうことってね。でその行為に岸田首相が、まあ、脱税にお墨付きを与えようとしている対応を岸田君もしているよねと、この小西君が真っ当な批判をしましたとね、はい、で政治団体が寄付やパーティーで集めた政治資金は原則的に非課税だ、はい、これは分かります、はい、で一方政治家個人が受け取った政治資金は使い残しがあれば残額を雑所得として確定申告する必要がありますでね、はい、でこれを確定申告してる人間なんかいるわけないよね、はい、でね、はい、つまり、個人で受け取っていた裏金を政治団体の収入として記載する訂正を行えば納税義務から、逃れるね、うん、だからキックバック裏金は個人で受け取ってるよね。でそれを、ね、なんで個人で受け取ったものを、政治団体の収入として、もう一回書き直すことが できちゃうのっていうか、それを許しちゃうのっていうね、それが変だよねって話だよね。でそもそも派閥から所属国会議員への寄付も違法だが、はい、これ指摘されてますよね。派閥から所属国会議員への寄付も違法だという、この違法性は政治資金規正法の21条の3とかね、これ条項がありますよね、はい、だから国会議員はいかなる人からも寄付を受け取ってはいけないという規定があるから、こう派閥から議員個人にね、これ寄付に当たるわけですよね。キックバックするという行為がもともと派閥から議員への寄付にもなり、違法なことをもともとしているわけですね。で政治団体への寄付として寄付ということにしてしまう、つまりこれが収支報告書書き換えればいいでしょって言ってる、それだよね。だからもともと個人として寄付を受けているものを、なんで途中から政治団体への寄付という形に手前勝手に
変更しちゃってるんですかというね、それ都合良すぎるよねっていうか、それなんで許されるのって話だよね。はい、でそういう収支報告書の訂正を許していいのかということがね、はい、やっとこれがテーマになってきましたねということだよね。はい、で国税庁は動くのか、はい、脱税とみなされれば動き出すのはあの国税庁とかあの国税局ですよね。はい、で東京地検特捜部の、捜査終了で逃げ切ったと安心したのか、誤認衆と呼ばれる安倍派幹部も裏金の額を公表し収支報告書を訂正すると言っている。はい、だからさ、立憲がさなされなかったからって、あの妙にこうあの安心した顔をし始めた誤認衆も、だからもともと個人として受け取った裏金を、なぜかさ途中でさあの政治団体として受け取りましたっていう形にして収支報告書を訂正しました、だからこれでいいでしょうみたいに、言っちゃってるってことだよね。はい、で萩生田は2018年から5年間で、2728万円を受け取り引き出しに保管していたとかね、会見で説明した。でどこの世界にこの2700万とかっていう現金を引き出しに鍵かけて保管してる人がいるんですかってね。でこれ会見で説明ってさ、よくこれがこれを説明できちゃうよねこれでどういう頭の中になってるの、これはあの公に説明をしてしまうそのね、ドアつかましさはね、まあ、これね、正確なのか何なのかね、はい、で個人で受け取った政治資金を、そうだよね、個人で受け取ってるよね、政治活動に使わず取ってあれば課税対象になるはずだが、政治団体の収入として報告書を訂正すれば免責されるのだ、だから引き出しに入れておけばそれ課税対象になるのに、政治団体、いやそれは個人じゃなくてあの政治団体として受け取ったものですということに言い換えて報告書を訂正すれば免責されちゃうのはこれ議員だけですよね。こんなことはこう一般国民は許されないですよね、こんな ロジックはね。はい、でパンツ君も会計を開き、過去5年間に受け取ったキックバック、この人は1019万円は同僚や後輩議員、マスコミ有識者との飲食費や交通費などの政治活動に全額使ったと説明。はい、でまあここまではまだいいよね、これを、この飲食費や交通費をね、まあ、政治活動に使ったと、まあ、言い張るのは勝手だとしても、じゃあこの領収書やレシートあるのですかと聞いたら、それはないんだってね、あの首都をあの言ったはいいものの領収書はありませんというね。でそんな不透明な使い方が政治活動として認められるはずがないよね。政治活動に使ったっていうんだったら少なくともこの記録を残しておかなければおかしいのに、これもなんかさ、なんか説明 してしまうというね、このなんか発想っていうかさ、これが通ると思っているところがとても不思議なのですがね。はい、で収支報告書は支出も重要で、政治活動に使ったことを示す領収書が必要だよね。で裏金を政治団体の収入に記載するとして、領収書がないのに支出をどうするのか疑問だ、高木君はどうやって収支報告書を
訂正するのか。だからさ、これ政治団体として収支報告書を訂正するとか言っても、この領収書がないからね、あの支出の、記入をできないでしょってことになってしまうはず。だからね、これをさ見逃しちゃダメだよね、絶対ね。はい、でちょっとここをね、ここまで読むね。はい、飲み食いだけでなく裏金を生活費に使っていた議員もいたでしょう。ね、自分のあの洋服とかさ、子供の教育費に使っちゃってたとか、あと誰だっけ、あのネギ買ってたとか、おむつ買ってたとかね。で、どう見ても個人の所得です。多くの裏金議員が不起訴になったことに世論は納得していない、全然納得していないよね。はい、で次が、はい、ちょっとこれね、ちょっと全部反転させちゃうね。はい、政治資金規正法違反で立件できなかったとしても脱税で逮捕、せめて追徴課税でもしてもらわないと国民の怒りは収まりません。そう、もう政治資金規正法違反の立件はさ、もう難しいってことは分かってるし、もともとザル法だから、脱税だよね、脱税で逮捕してほしいよね。もう明らかに脱税なんだからね。で、せめてもの追徴課税だよね。もうあの気持ちが収まらないよね、これやってもらわないとね。で、まもなく、確定申告のシーズンですが、これでは納税を拒否する国民が続出しかねませんって。国民は納税拒否したらさ、もう国税にコテンパンにやられちゃうから、拒否したくてもできないけれど、議員はさ、政治団体としての収支報告書を書き換えればいいんでしょって、それで済ませられちゃうんだよね。追徴課税とか脱税の追及も受けない、なんかいい身分だよね。はい、次、過去には国税と特捜部が連携して大物議員を脱税で摘発したケースもある。いい例が金丸事件だね。金丸信さんが、逮捕されちゃったよね。で、1992年に自民党の、金丸信副総裁に5億円の闇献金が発覚。この政治資金規正法違反がわずか20万円の罰金刑で決着したことで世論の怒りが収まらず、翌年には金丸は巨額の脱税で逮捕。で、この脱税で逮捕されるべき議員がゴロゴロいて、で今回今2024年の1月には政治資金規正法違反での立件を検察がこう諦めちゃったけれども、なんかこう内定してるっていう噂もあるよね、特捜部がね。その内定はこの脱税で立件することを狙ってるとしか考えられないのですが、ね、誤認衆はこんなすっきりした顔でいられないよね。脱税での立件が待ってるって考えればね。で、今回国税庁は動くのか、裏金脱税議員が何のペナルティもなしでは納税者はやってられないで、特捜部はこの国民感情が、まあ、分かってるとは思って、まあ、一生懸命ね、やってくれているとは思うのですが、もうね、この脱税ね、脱税容疑で、立件までね、80人くらい、安倍派の80人くらいはね、行ってほしいですね。でさ、特捜部ってさ、立件して起訴して、裁判での勝訴の確率が、なんか9割くらいないと、立件しないんだって。で、その基準を、下げた方がいいんじゃないかっていう話もあって、もうそうだよね。あとはさ、判断は裁判所に任せればいいよね。
だから、まあ、5割か6割か7割くらいは裁判で、その有罪になるという見込みのある件で、その国民の世論にも応援されているものであったら、もう失敗を恐れずもう立件してくださいっていうか、なんかその国民感情を検察はね受け取ってほしいなとね思います。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。